はい、本日はですねこちらウールリッチのニューアークティックパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、ずっとウールリッチが出してるダウンジャケットがあるんですよ。超有名なダウンジャケット。でそれのちょっと新しいバージョンになったんですけど、まあ、基本的には継承してるというウールリッチザ定番のダウンジャケットがあるんですよね。そちらを今回ご紹介していきたいなと思います。ではですね開けていきましょう。ズドーンということで今回購入したのはですねこちらのカラーになっております。ズドン、ネイビーということでね、ネイビーのカラーを購入させていただきました。どうでしょうか。まあパッと見た感じってまあちょっと着丈長めのカジュアルな感じやから、なんかこういったカナダグースと何がちゃうんかなとかね、でもカナダグースより値段どうなってんのとかね、まあそういったところのお話をしていきたいなと思いますので、まずはこちらウールリッチのねジャケット着ていきたいなと思います。サイズがですね僕が178センチ、本日の体重がですね 68.9 ということで、なんとか69キロ切りました。ご安心ください。無事ダイエットが順調に進んでおりますが、そんな僕がですね L サイズを着たらどうなるんかっていうところを見ていただきましょう。これパッと見てもらったらね、開けたところがベージュなんですよ。これ可愛くないですか。これがもうウールリッチのもうずっと続いてる定番のねモデルなんですけどもね、後でも言いますがカナダグースよりどっちかって言ったら少しカジュアル度が高いとは思います。綺麗め度がちょっと低いというかカジュアル度が高い、まあ、そういったジャケットなんですけど、どうでしょうか。サイズはね僕 L ぴったりでしょ。いい感じで、まあ、ロンティ1枚やったらまあこんな感じになっておりますね。そしてフードのねこのファー、このファーもね外そうと思ったら外せるんですよ。でしかもこのファーに関してはリアルファーね、リアルファーとフェイクファーっていうのがあって、このノースフェイスのアンタークティカパーカーっていうこのモデルに関してはフェイクファーです。だからリアルじゃないので、まあ映像ではあんまりわからへんかもしれんけども、ちょっとねペターンとなってるところがあるんやけども、このリアルファーの方はやっぱりちょっとね質感が違うんですよ。ほんまにこれ生きてんじゃんかっていうぐらいの感じなんやけどもね、こういったリアルファーが使われてますが、これも外せます。まあリアルファーはね多分10万円超えてくるとおそらくついてくると思います。このカナダグースもリアルファーなんですけどもね、これも多分12万ぐらいしたと思うんですけど、こんな感じでリアルファーでね、これだいたいコヨーテとか、あとチャイニーズラクーンって言ってね、まあコヨーテっていうそのなんか狼の一種系統のね毛を取ったりとか、あとはタヌキ、チャイニーズラクーンでやっぱタヌキのね毛を取ったりすることが多いんですけども、まあそういった本物のね毛が使われているというのがこちらの仕様になっております。ウールリッチらしいっていうとやっぱりこのボタンかな、ボタンの色味っていうのがちょっとなんていうのこう水牛っぽいというんかな、この貝っぽいっていうかな、なんかわからんけども、プラスチックっぽさがないっていうかね、そんな感じになって、多分プラスチックやと思いますけども、プラスチックっぽくないような、ボタンになってるっていうところが特徴的だなと思います。それとこの開けた時のね中のこの色味の綺麗さ、こういったところがねサイズ感になってるかなと思います。ただ袖口に関してはなんですけど、袖口ってね普通こういうなんていうのなリブみたいなのついてること多いんですけど、これはリブがないですね。ここだけポチンって止めちゃうだけなので、少し風が入ってきそうな気もせんでもないけど、まあこれがクラシックと言わればクラシックな感じはするんやけどもね、そういったダウンジャケットということにはなっておりますね。ではじゃあ特徴いきましょうと、これどんな特徴があるんですかっていうと、まずこのジャケットに関しては少しクラシック、そしてアナログな要素があります。でこれは今から喋っていく内容で、あ確かにそうやなと、いい意味で古き良き時代のダウンジャケットやけどちゃんと機能性もあるというような感じになってますので、いきたいなと思います。じゃあまずねここの生地だから見ていきましょうか。このパッて生地見ていただいてね、そんなにパッとは分からないと思うんですけど、例えばカナダグースかと比べてみましょう。カナダグースってどっちかっていうと結構最新系なんでね、こういった生地でちゃんと、こういうリブもついてるっていうのがね手の感じなんですけど、こうやって見てもらった時にカナダグースの方は化学繊維で作られてるやつなんですよ。だからそれはそれで頑丈やったりとか丈夫やったり撥水とかあったりしてええんやけども、こっちはこっちでねやっぱコットンならではの風合いっていうのがあって、これずっと着ていくじゃないですか。まあ、ずっと着ていくとデニムみたいに少し当たりが出てきます。でそれはコットンは全部出るんですよ、どんなものでも。例えばじゃあ中の T シャツ着て黒着てましたと、黒の T シャツ着ててもずっと着てたらちょっと薄く白くなってくるじゃないですか、色が抜けていってね。そんな感じでこれもね64って言って 60% コットンが使われてるんですよ。で 40% だけナイロンが使われてるんだけども、そのほとんどが、半分以上コットンが使われてるので、ずっとこうやって着用していったりとか、ずっとこうやって着てって当たったりとかしてたら、この辺にね筋というか、まあ、デニムほどはいかんねんけどもちょっと風合いが出てくるっていうところが、いかにもこうクラシックな、形はカナダグースかと似てんねんけども、切れば切るだけね味が出てくる。で逆にこういう化学繊維のものって切れば切るだけやっぱり劣化するだけなんですけども、まあそういう天然繊維ならではの風合いが出てくるっていうところもね、クラシックならではかなと思います。で次がね撥水とか防水とかってことなんですけど、はっきり言ってこれ防水ではないです。で実はこれそっくりなモデルでゴアテックスのやつあるんですよ。まあそれ買わんかいと思われるかもしれんけども、このモデルとゴアテックスのモデルと、あともう一個3つぐらい有名なのがあるんやけども、一応ベースはこれなんですね。でこれをゴアテックス
スにしたっていうモデルもあるんやけど、それやとカナダグースとかこのノースフェイスのアンタクティカパーカーでええやんって思うじゃないですか。別にこれもゴアテックスやしね、こっちもまあゴアじゃないんやけど一応撥水の加工がされてたりするってことで、両方とも化学繊維で、ね、ナイロンで作られてるからもうそれでええやんって。確かこれはポリやったような気がするけど、まあどっちにしても化繊なんですけどもね、作られてるからゴア買うんやったらもうこれでええやんってなるので、まあ、今回あえてこの定番の64クロスっていうんですけど、 60% がコットン、40% がナイロンっていうことで64クロスっていうんですけど、まあ、これを買わせていただきました。でこの64クロスっていうのは実はもう一昔前の防水ジャケットと呼ばれたんですよ。あの水が入ってこないようなジャケットって言われてて、こう生地のね網目がね水に濡れることでギュッて締まるんですよ。で隙間がなくなるっていうすごいクラシックな発想を利用して、まあ、防水、まあ、完全防水じゃないですよ。あの水がこう入ってこないように生地がギュッてこう締まってくるっていうのが64なんですね。こう生地縦の糸と横の糸があるんやけども、最初こんな感じで隙間全然空いてないけど水に濡れることで膨張していってヒューッとこう隙間がなくなっていくと、だから濡れませんよなんて言ってるんやけど、これが64クロス、昔の人の知恵でできたんやけどもそういった生地を採用してると。だから形が一緒やのに生地しちゃうだけで風合い違うように見えるって面白いじゃないですか。へえなるほどと、パッと見同じような感じなんやけども全然その何を求めるかで違うんやなと。完全に濡れたくないっていう人は絶対ゴアテックスだと思います。ゴアテックス買った方が絶対もう濡れへんから絶対ね。だけど、まあ、多少濡れてもね、これだ64クラスやから撥水加工もしてるし多少の雨やったらいける。ただズブ濡れで状態になったらちょっとまずいから、そういう時は着いひんけど、ちょっと今度山奥こもってキャンプすんねんとかね、焚き火すんねんってなった時は逆にこういうゴアテックス穴開きますから、こっちの64クラスの方が穴開きづらい。コットもあの火に強いのでね、Gパンとかもそうやと思うんですけど、Gパンでね、あの焚き火バーってしても穴開かへんでしょ。だけどナイロンパンツやったらね、穴だらけになるじゃないですか。おい、めちゃくちゃ穴開いてるやないかいってなると思うんですけど、気づいたらその隙間からすね毛も出てるやないかいってなると思うんですけどね、それがコットンには起きづらいということなんですね。で一応中の綿もね軽く紹介しておくと、すごい中の綿にこだわってるっていうような感じではないです。でまあそれに関してはこのタイプのジャケットって全部そうなんですよ。すごい中にあの綿にこだわったらこだわったで、もちろんできるんやけども、それしちゃうとね、こういうの買う人ってもともと割り切って、いや重たいダウンジャケットでええから買うって思ってるじゃないですか。やけど中の綿を良くすれば軽くはなるんやけども、中途半端な軽さ、めちゃくちゃ軽くはならんけど、まあめっちゃ重いから普通ぐらいまではいけるかなっていうところなんで、ここにコストかける必要あんまないんですよね。やからこのカナダグースもね、そしてアンタークティカパーカーもそんなにめちゃくちゃもうとびっきりいい綿使われてるわけじゃないんで、まあ、これも同様にそんなにすごい綿を押してるわけじゃない。それよりもどっちかって頑丈さとか、着丈の長さで風が入ってこないとか、あとはそういうちょっと雨風とか多少やっていけるとか、そっちにフォーカスしてるんで、そういうところでね、綿が採用されてると、まあ決められてるということですね。で一応このファー外してみましょうか。どんな感じになるんかっていうところなんですけどね、僕まだ外してないんやけども、これどうやって外すんやろ。あ、ボタンかな。あ、ジップでした。ジップだジップだ。ジップをねギューって引っ張ってあげると取れましたね。そして、こんな感じのねリアルファーがあるんですけど、まあファーいらんよっていう方はね、こうやって取っちゃっても、取っちゃったら取っちゃったでまだ雰囲気変わりそうですけどね、こんな感じで切ることもできるということで、この余ったやつはね、このマネキンさんが寂しそうにしてるので首元に巻いといてあげましょう。はい、とまあこんな感じで全部締めていったらこういう感じになります。上もまだ締めれるのかな。上は締めれないか。こんな感じか。はい、ということでね、ではこのジャケットのまあデメリットとかいうところをねお伝えしていきたいなと思います。あ、その前に価格ですね。お値段がいくらなのかということで、お値段が118,800円ということで、まあ、このサイズというかこういうタイプのモデルでだいたい10万円前後ということなんで、まあ、その辺はまあ普通というか許容範囲かなと思います。ではデメリット、このダウンジャケットに対してのデメリットっていうのはそもそもの用途なんやけども、やっぱり重さがあるんですよ。だからそんな軽いもんじゃないんで、わ軽く楽に着たいなっていう人向けではなくて、どっちかって言ったら、まあ後でもおすすめで言うんやけど、外でガシガシ着たいとか、あんまり中でこうゆっくりすることは考えたい、もう外でガンガン着てったりとか、あとはこうちょっとしゃがんだりすること多いから、この腰から風入ってこうへんようにしたいとか、まあ、そういう方にはめちゃくちゃ向いてるところなんやけども、軽いのが着たいよとか、あとちょっときれいめな感じで着たいよっていう方にはね、ちょっとまあ微妙なんかなと思いますし、あとそれこそさっき言ったね、ここに撥水の加工、水が弾くようになってるんですよっていう話はしたんええんやけど、あくまでこれはねテフロンで加工してますので、ここに書いてあるけどね、テフロンで加工してるものになるので、まあ、テフロンというと、皆さんお料理大好きですよね。フライパンに加工がされてる、あのテフロンがされてますので、あのテフロンも最初はうわすごい
い油が焦げつかへんなんて言って喜んでるんだけども、気ぃついたらもうテフロンなくなって焦げ焦げまみれになってフライパン捨てやなあかんってなるでしょ。あれと一緒でいずれテフロンもなくなります。だから撥水の加工っていうのもなくなる。だからうわこれ撥水の加工ついてるから水なんか大丈夫やねなんて言って喜んでたら気ぃついたらビチョビチョになりますからね。皆さんその辺気をつけてください。その時はねあのこっちに出てると思うんですけど撥水スプレー、肉ワックスの撥水スプレーっていうのをねシュッシュッシュッって振ってあげて、ちょっとタオルでねシュッって拭いてあげればまた撥水って戻ってくるんで、そんな難しいことじゃないんでね、そういうのやってあげると、まあ、一つあの対策になるんかなということでは思います。ではねとは言いながらじゃあどういう人におすすめなんかっていうと、やっぱりこういうねクラシックな感じって男の人好きなんですよね。で、もちろんゴアテックスが、5万円ぐらい高いモデルであるんですよ。15万円ぐらいであって、これ11万でしょ。だから5万円ぐらい高いモデルであるんやけども、もう完全に防水のゴアが欲しいんやったら、それはそれでちょっと別用であってもいいんかなと。これはこれでねあのちょっとコットンの風合いを楽しむようなジャケットってやっぱりダウンは少ないんですよ。基本的にはもうナイロンとか、まああってもウールとかぐらいかなと思うんで、そのコットンを使ったようなダウンジャケットってないんでね、それは非常にあの面白いかなと思うし、なんやったら先日紹介したこちらのねチェックの、インナーダウンみたいなジャケット、これ5万か6万ぐらいだったんですけど、これと今のジャケットとこのチェックのシャツ合わせても17万ぐらいなんですよ。ほんならもうゴアテックスのダウンとあんま変わらないんですよね。だからゴアのダウンは別に無理してそこに上げるんやったら、もうノースのこっちのゴア行っちゃった方がコスパ的にもいいし、8万ぐらい、8万か9万ぐらいなんでね、値段も安いしね、まあ個人的にはいいんかなと思ったりするんですけど、このねニューアークティックパーカーに関してはこれじゃないとできひん風合いっていうのがあって、年をと一緒に取っていけば取っていくほどちょっとこう色味が褪せてきたりとか、ちょっとこう白いあの擦り傷が出てきたりとかっていうところがね、もう外でガンガン気にせず使っていけると。そしてクリーニングに関してもそんなに難しいクリーニングないんで、どこのクリーニング店出してもいけると思いますし、なんやったら自分でやろうと思ってもできることぐらいのあのレベルなんでね、まあ一緒にこう年取っていきたいなっていう人なんかねいいかもしれないですね。あのこの裏生地もね懐かしい感じしますわ。こういう感じの生地、フリース素材の生地が使われてて、昔のなんかジャンバーってこういうの使われてたじゃないですか。でそれがねこういうところにも使われてるっていうのが、まあクラシックなんやけども、まあそれはそれで良さがあるよねっていうようなねダウンジャケットに仕上がってるんじゃないかなと思います。別に僕が仕上げたわけじゃないけどね、そういう風に仕上がってたと思います。ということで本日はですね、ウールリッチのニューアークティックパーカーのご紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。